高橋康氏は、日本の政治家。茨城県水戸市長。元茨城県議会議員。元水戸市議会議員。茨城県東茨城郡、常住村に生まれる。常住村立下大野小学校。常住村立常住中学校。茨城県立緑。岡高等学校。日本大学法学部新聞学科卒業。明治大学大学院政治経済学研究科修士。 家庭終了。衆議院議員、鳩山国夫の秘書を務めた。その後、水都市議会議員に出馬。市議は3期務める。2005年9月11日執行の茨城県議会議員補欠選挙の水戸市選挙区に自由、民主党公認で出馬、無投票で当選を果たす。2006年12月10日執行の県議選で2期目の当選。2011年、 東日本大震災の影響で5週間延期された水戸市長選挙に自民党の推薦を受けて出馬。元市議の野村真美、元市議の川崎康幸ら3候補を破り初当選を果たした。2015年4月26日、元県議の大内久美子を破り、再選。2019年4月21日、弁護士の谷萩洋一を破り、参選。ありがとうございます。